自律神経専門家、近くの部屋へようこそ。今日は、老化を防ぐために、うん糖化とか参加を防ぐためにですね、投化とか参加を防いで、老化を防ぐために、どういうふうな対策があるかっていうお話をしていきます。で、していくんですけれども、投化とか参加とかっていうのは、まあ、人間が生きてこうやって活動している以上、ゼロにはできないです。 やっぱゼロにすることはできないんですけれども、あまり過剰にならないようにするにはどうしたらいいのかなっていうお話をさせていただきますので、10、ま、日、あ、が悪だとか、酸化が悪だとか、ダメなものだとか、そういう話ではないです。はい、そういう話ではございません。10日と酸化って、10日、まあ、はお砂糖の糖に化けるって書いて、酸化は酸素の酸に化ける。 書いて糖化酸化って言うんですけどもこれって何かっていうと要するに体の,体の中の体の中のっていうか体の構成水分ってタンパク質なのでタンパク質が糖とかあと酸素酸素直接酸素じゃなくて酸素をから体の中で利用して過酸化物っていうものに、まあ、変化していく場合があるんですけどもその糖 過剰な糖で、あと火酸化物っていうものと、タンパク質がガチッと出会ってしまうと、要はタンパク質が劣化をしていくよっていう話で、タンパク質が劣化していくってことは、体はタンパク質でできているので、どんどん体が劣化していきます。まあ、老化が進みます。老化とは言わなくても、機能低下が起きていきます。 っていう話です。なのでそうなってくるとうーんんまあ、体動くものも動かなくなってきたりとかしてしまうので、ちゃんとえー、っと機能を維持するために。まあ、10日とか参加が過剰に起きないようにしていきましょう。っていう話なんですけども。じゃあどうしたらいいのか？っていう話でで10日っていうのはまあ、から。あと血。 血液の中の糖の濃度が、うん、高くなる。まあ、単純に言うと、口の、口に入れる炭水化物とか、あと糖質ですね。白いお砂糖も含む糖質、炭水化物が多くなりすぎると、体の中にたくさん入ってきちゃうので、 でそれによって糖化が、うん、進みやすくなってしまいますよっていう話なので、まあ、単純な話をすると炭水化物の食べ過ぎに気をつけましょうっていうふうになっていきますで特にその白いお砂糖が入ったもの本当特にジュースジュース類とかはガーッと飲むともう血糖値がガーンって上がってしまうので本当にあのー それがどんどん進んでいくと糖尿病のリスクも高くなりますし糖尿病までならなくてもやっぱり糖化をこうしていくリスクが高まっていくので機能低下が起きやすくなってきますよっていう話になりますうーんまあ糖を減らすといってもゼロにするのは賛成しないです糖ってね体のエネルギー源うーんか 活動をする上でのエネルギー源で大事なものなので、ゼロにしろとやなんです。やっぱりバランスが大事なので、自分にとっても必要量を超えて、取りすぎないようにっていうのが大事です。で、それも、こう、今日、あ今日ちょっと食べすぎちゃったから、次の日はちょっと控えようとかですね。そのバランス取りながらです。もう毎日毎日ストイックに、も絶対この量しか取らないんだとか、ではなく、 あのそ,そこまでストイックじゃなくて大丈夫なのでご褒美で今日は甘いものを食べちゃったから明日は甘いものは、うん、控えようとかですねなんかそういうふうにバランスを取りながら、うん、食お食事していきましょうっていうことです。HbA1c って血糖、うん、血糖じゃなくて糖尿病の指標となる値あるんですけどあれはヘモグロビンっていう 血液の中でこう酸素を運んでいるまあタンパク質があるんですけどそのヘモグロビンに糖がどれぐらいくっついてるんですかっていう割合を出してるんですよだからあのヘモグロビン A1c っていう値はヘモグロビンがどれぐらい糖化してますかっていう値になってるのでうーんまあそれが高いと血糖値高いですねうん糖尿病ですよっていうふうになりますけどもそれ以外にも。 あなたの体は糖化が進みやすい体でしょうか、糖化が進みにくい体でしょうかっていう指標にもなります。うん、あくまでも指標なのでね。じゃ実際体の中でどれだけ糖化が進んでるのか、進んでないかっていうのはちょっとイコールではないかもしれないですけども、そういう、うん、値なんですよ。はい。 えー、酸,化あ酸化もどっちもね糖化も酸化も結局タンパク質が劣化をしていくっていう話なので,で酸化っていうのはうー、まあ、酸素を吸って二酸化炭素を吐いてっていうのをこう体ってしてるから酸素自体が全部悪者だっていうわけではなくて酸素を取り込んでそれを利用してエネルギーを作ってるんですけどそこその過程で。 過酸化物っていうのができてしまいます。過酸化物。酸化しすぎちゃったもの。まあ、要は、あのー、まあ、酸化はサビって言われてるんですけど、体のサビですね。で、10日は焦げって言われてるんですけど、酸化はサビです。体のサビが、うんと、できてしまうよって言われているので、これは酸素をじゃあ,あんまり吸わなきゃいいのかって言ったら、そうではない。そうではないです。<laughs> そうではございません。 と酸化が進んでしまう原因っていうの,いうのは、まあ、外的要因、うん、と自分の中の要因じゃなくて外的要因でいうと紫外線とかタバコとかって言われているのでタバコを吸う方はほんと要注意ですねうんその酸化が進みやすいっていうのとあと紫外線も、うんとまあ、ビタミン D の生成とかねあと太陽の光って人間にとって大事なので。 真っ暗なところで生活しろっていうのではないんですけども、それはもうちょっと大げさすぎるんですけど、浴びすぎないようにしましょうねっていう話ですね。で、あとは、ストレス、ストレス、まあ10日もそうだと思うんですよ。ストレスがあったりすると、すごく、まあ体にとっての不都合っていうのは、うーん、増えてしまいますから、ストレスっていうのは、10日にとっても3日にとっても、 あまり、まあ、よろしくないでもストレスもゼロにすることはできないので、まあ、できるだけこう心穏やかに毎日過ごしていきましょうっていうことで,で何かあ嫌なことがあったなとかうんっていう時はうまくそれをやり過ごしたり発散したりあと体にとって人間の体にとっては 急に暑くなったとか急に寒くなったとかそういうことも、まあ、ストレスにはなりますからちゃんと、うん、適温を保つできるだけ適温を保つように服で調整したりとか寝る時も暑すぎないとか寒すぎないとかねこうやって工夫していくっていうのは大事なことです。であと体の中であの炎症が起きてる。 体の中で炎症が起きていますっていう時は酸化が進みやすくなってしまうので、それは要注意ですね。すごく要注意です。あと、うん、とあと、その、運動、運動するのはいいんですけど、激しい運動うーん、本当に息がもうゼーハーゼーハーして回復するのに、時間が、あ すいませんちょっと揺らしてさっきからちょっと揺らしてしまってごめんなさいえっ、ー、と運動 <laughs> 激しい運動もう体がゼハゼハして「もう無理です」とかっていうような運動をしょっちゅうしょっちゅうしていると酸化しやすくなってくるよっていうのがありますから運動も適度な運動、まあ、それにねこう,もうすごくあのプロとしてやってるんですとか 競技でやってるんですとか、運動も一生懸命やってるんですっていう方は、それはそれで一生懸命やっていただきたいんですけど、そうではなくうーん、ちょっとウォーキングをしようとかね、あとランニングをしようとかね、健康のために運動しようって思っているのに、もういつもぜハーゼーハーして、ああ今日も運動めっちゃ頑張ったぞーってなって、ああ、しんどって毎日思ってると、それで、 まあ筋力とかねこう心配能力とかもある程度つくかもしれないですけど酸化も進むっていう <laughs> そういうことにもなりますのでそれもご注意ください <laughs>。はいということで10日10日とか酸化とかってねタンパク質の劣化なので、まあ、どうなっていくか10日とか酸化,と酸化が進むとどうなっていくかっていうと、まあ、お肌で言ったらシワとかシミが増えますよとかあと、まあ、病気 うん、体の病気が、うん、病気になっていってしまいますよと例えば目だったら、まあ、白内障とかねうーんあと動脈硬化がす進みますとかあと糖だったら糖をとりすぎると糖尿病のリスクが上がりますとか、まあ、いろんな病気にもつながっていったりしますよっていう、まあ、なので、まあ、できるだけ少なくできればいいよねっていうお話で。 ただ、まあ、糖化と酸化がもう完全な悪ではないし、いや特にその酸化の過酸化物質っていうのは体にとって必要なものでもあります。必要なもの。使われ、使われ、ちゃんと有益に使われる部分もあるんですよ。細菌感染とかウイルス感染とかした時にその敵をやっつけるとかっていう時に使われたりもしますので、完全な、こう、これは悪いものだとかではなく、上手に付き合っていく。 っていうのが大事ですよっていうお話でした。はい、えー、今日の話はいかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。はい、本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。